やつじゃ。まったく、まあよい。わしの知る限り、お主がここ、おかしなこともあるものじゃのう。もしや、やはり、わからぬな。ただ、懐かしさの中に多くの感情。もし、わしがここにいた。先生、こんなところにいたのね。そろそろ行かねばならぬな。ま、さて、お主には感謝せ。知らぬわ。ただそれはともかく、お主そろそろわしが話すのになれよ。何転んでおらぬ。先生、あら、あの谷には多くの遺跡があった。帝国のいずれの時代の文化とも違う建築よ。もちろん王国や同盟領の土谷は帝国成立以前の。先生はあの谷に一体何が住んでいる。ずいぶん当たり障りのないこと。そして彼らの残滓はこの世界。無事盗賊を討伐できたようです。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙う。あなたは生徒たちが無用な。ええ、ところであの谷は太古の昔、天上におられる女神にとってかつて聖者セイロスは、女神は常に天上に。ですが古の時代、女神は全ての聖あるものの。そう、教鞭を取るうちに。あな、大司教、少しよろしい。わかりました。女神とな。しかしどうにもひょっとしたら、そうすると今のそのようなわけがあるか。アホめ、わしは死んでなどおら。こうしてお主と共にあるで。わしは心残りのせいで天に昇れず、お主について地上。わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級に、ま、実はロナート卿が。ロナート卿は王国の少領主です。すでにセイロス騎士団の戦況。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。
彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるです。雷帝のカトリーヌ殿のご同行とあらば。知らないのか。これ遥か昔、女神より力をさ、つっても今回は雷帝を振るう機会はない。ですが、なぜ。あんたらラスカーの悲劇は知ってるな。私はよく覚えています。4年前、ファーガス神聖王国の国王が、まあ簡単に言えばそうだが、王国内にもか、その一人がロナート教のせがれクリストフで、彼教団からすりゃ混乱する王国の代わりに教義にの事件の真相がどうあれ、それ以来ロナ、いや正確に言うと恨んでるのは教団と教。報告、敵が接近中です。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせ、おっと、任務。こう霧が濃くちゃ、どこ、霧の中から敵が囲まれ、分散した敵をかっこ撃破して包囲を切り崩すよ。血の匂い、霧の中で。みんな不用意に突っ込むなよ。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。行きますか。私の力見せてあげる。引きこもっていたい人生だったのに。舞台に上がるより緊張するわね。戦いの空気苦手だ。おっしゃ、行くぜ。先生、奇襲、有利に思います。うっ、ダメや。とっとと倒れな。見えた。
ナート。されても我が息子の無念。残念ね。まだまだ止まらねえぜ。ロナート様の悲しい。
じゃあ、行くぜ。まだ止まらねえぜ。
っしゃ行くぜ。せめて私結構。ロナート教との因縁、みんなお疲れさん。何のためにこんな泣いて罪なき民に命を閉させると。ロナート卿をここまで駆り立てた。敵方に民兵がいたことで皆少し、ええ、ロナートに味方した民は、だから彼らを私たちは相入れない正義を持つ相手を、その相手がたとえ神のような存在。あら、私はきっとロナートと同じ、己の切磋しなければ大事はなせないし。おい、今回の事件は
ロナート卿の所持品にこんなものがあった。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが、帰ってレア様に報告だ。よく無事に戻りました。いえ、加護だけではないのでしょう。あなたは私が期待した通り。そうでしょう、生徒の中には民兵と戦うの民といえど、他の信徒に危害を加えかねない愚かにも天に刃を向けた者の末路。さて、問題はカトリーヌから報告。ミッションには女神最短の実現性の乏しい計画だとは思うが、そこで儀式当日には生徒諸君にも。心強いこと。最短の儀はセイロス教の大司教や私は、無論騎士団にも厳戒態勢で臨ま、生徒まで動員するのは本意ではないが、私の身は案ずるに及びませんが。何も起こらなければそれでいい。ただし